リオリンピックはとても難しく過酷な大会でした。でも人生で一番ワクワクする大会でした。最後の1点までチームのスタッフ選手一丸となって戦えたことを本当に誇りに思います。応援してくださった全ての皆さんありがとうございました。みんな怪我なく終えられたのも皆さんの応援ですし、応援のおかげですし、本当に皆さんの応援のおかげで最後まで戦い抜くことができました。これからバレーボールを始めたいと思っている子どもたち、バレーボールは本当に楽しいです。練習もいっぱいしないといけないけど、楽しいっていう気持ちを絶対忘れずにやってもらえれば嬉しいです。私も頑張ります。ありがとうございました。パリオリンピックもたくさんのご声援ありがとうございました。結果は満足いく結果ではなく、まだまだ足りない部分も多かったですし、もっと成長できるなと感じる大会になりました。この3年間たくさんのメンバーやスタッフと一緒に戦うことができたことは本当に誇りに思いますし、とても感謝しています。また次に向けて前を向いて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。パリオリンピックたくさんのご声援ありがとうございました。たくさんの方に応援していただき本当に嬉しく思います。結果としては自分たちの納得のいくものではなかったんですけど、パリオリンピックまでのこの3年間で個人的にもチームとしてもすごく成長ができたシーズン、代表シーズンになったのかなと思います。この悔しさはしっかり4年後のオリンピックにつながるように、またこれから自分自身も今これまでの経験も含めて成長できるようにまた強くなって戻ってきます。これからも引き続きご声援よろしくお願いします。パリオリンピックでは、目標としていた結果には届かなかったんですが、本当にこうみんなで今までやってきて本当に幸せな時間だったなと思ってます。自分自身は本当にサポートしかできず、本当に何ができたかわからないんですけど、少しでもチームのためにと思ってやったので、それが少しでもチームに貢献できてたらなと思ってます。本当にみんなと過ごした時間は素晴らしい時間で、自分の今後の人生に必ず生きてくるかなと思って、この経験を忘れず今後も頑張っていきたいと思います。本当にたくさんの応援ありがとうございました。たくさんの応援をありがとうございました。皆さんの応援のおかげでこの期間やりきることができました。私自身初めてのオリンピックという舞台は刺激がたくさんで、結果は伴わなかったですが、自分自身にとって素晴らしい経験となりました。この経験を次につなげていけるよう、ここからの成長で皆さんに恩返しができるよう頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。結果はやっぱり自分たちの納得いく結果ではなくてすごく悔しいんですけど、けどもまずこの舞台に立てたことが本当に幸せですし、この経験を次のステップに生かしていきたいなというふうに思っています。たくさんの方々が応援してくださって、私たちの背中を押してくださって、本当に私たちの力になりました。またもっと強くなって、バレーボールが本当に楽しいと見ていて、私たちもやりたいというふうに思ってくれるような、そのようなチームやバレーボールの良さを伝えていけるように頑張っていきたいと思います。本当に応援ありがとうございました。オリンピックという素晴らしい舞台で最高の仲間と一緒に戦えたことを心から感謝しています。オリンピックでは目標を達成することはできませんでしたが、本当にこうたくさんのことを学ぶことができましたし、自分も、プレー面でも人間的な面でももっともっと成長していきたいと強く感じました。たくさんの応援ありがとうございました。パリオリンピックたくさんのご声援ありがとうございました。皆さんが会場に来てくださったり、テレビ画面の前で応援してくださることがすごく私たちの力になり、本当に助かりました。ありがとうございました。結果としては本当に満足いく結果ではなくて本当に悔しいのですが、しっかりこういう気持ちをしっかりつなぎ、次につなげながらさらに頑張っていきたいと思います。
本当にたくさんの応援ありがとうございました。パリオリンピックたくさんのご声援ありがとうございました。結果は納得のいく結果ではなかったですが、日本コールが会場ですごく聞こえましたし、その声援にすごく勇気つけられました。これからもっと自分自身も成長して頑張りたいと思います。ご声援よろしくお願いします。パリオリンピック応援ありがとうございました。全員で必死に走ってきたこの2年半だったのですが、結果としては自分たちが望んでいたものとは異なった形で終わってしまったんですが、自分たちが頑張ってきたことに嘘はないですし、しっかりそこの部分では胸を張ってまた一人一人が練習を積んでいければいいなと思っています。これからもバレーボール日本代表の応援をよろしくお願いします。応援ありがとうございました。パリオリンピックたくさんの応援ありがとうございました。このような素晴らしい舞台に立つことができ、自分の成長にもつながったと同時に、さらに自分を成長させるためのたくさんの課題を見つけるいい機会ともなりました。結果は目標に届かず悔しい結果となりましたが、約半年間このメンバーで戦い抜けたことを誇りに思います。たくさんの応援ありがとうございました。パリオリンピックもたくさんのご声援ありがとうございました。このチームで目標としていたメダル獲得には届きませんでしたが、また次に向けてさらに強くなれるように、個人としてももっと成長できるように頑張ります。どんな時も温かいご声援本当にありがとうございました。パリオリンピックではたくさんのご声援、テレビ越しからも会場でも本当にたくさんの応援ありがとうございました。結果は本当に私たちの目指していた結果にはならなかったんですけど、これまで一緒にこう戦ってきた選手スタッフみんなとこうパリの舞台で戦えたことをとても嬉しく思います。選手にもスタッフにも本当に感謝しています。ファンの皆さんにも本当にこうパリオリンピックをかけた出場権の戦いの時も、パリオリンピックの本戦でも本当にたくさんの方が私たちの背中を押してくれて、私たちの力になっていました。本当にありがとうございました。本当にこのオリンピックという舞台は本当に素晴らしい舞台だと私は思っていますし、本当にこう出場するだけでもこう素晴らしいと思います。これから始める選手の皆さんもこう日々の積み重ねがこう次自分のこう力になると信じて、こうたくさん練習してたくさんご飯食べて頑張ってほしいなと思います。